こんにちは。この前、サイクロイドの最速降下曲線の性質を紹介しましたが、今回は等時性についてです。サイクロイドは等時曲線でもあり、重力のみが働く場合、どこから出発しても、最下点に着くまでの時間が同じになります。最下点に同時に到着。ちなみに、塩湖の場合、こんな感じで同時には到着しません。それはこれで面白いですけどね。では、等時性があると何が嬉しいのか。最下点までの時間が同じということは、最下点を通過する周期が一定ということですね。今は坂道を滑っていますが、同じ曲線を通る振り子があった場合、周期が一定だと便利なんです。ここに、単振り子を5つ用意しました。単振り子は微小振動、つまりθが微小の時、θとsinθが近似するので、重りの動きは単振動とみなすことができ、周期は一定とみなせます。振れ幅が違っても周期は同じですね。ところが、振幅が大きい場合、近似式が成り立たなくなり、周期が変わってしまいます。同時に動き始めたのに、最下点を通過するまでの時間がずれていますね。現実で使う振り子時計で、周期が徐々にずれてしまうと、時計として機能しなくなってしまいます。振り子時計の振幅は、それほど小さいわけではないらしく、機械的に補正をかけているようですね。そこで、サイクロイド振り子です。こんな風にサイクロイドを並べて、特定の長さの糸を垂らすと、糸の先の重りの軌跡もサイクロイドになります。このサイクロイド振り子は、振幅に関係なく、周期が一定なので、時計に使ったとしても、時間がずれない点で優れていますね。設計ミスでちょっとずれてますけどね。しかしサイクロイド振り子、便利そうに見えますが、糸が曲がることによる摩擦や他にも色々な原因があり、実用的ではなかったみたいです。振り子時計の振り子は、振幅が小さくなるほど、誤差も小さくなりますしね。まあでもすごいアイデアですよね。以上、サイクロイドの等時性についてでした。